佐藤貴則ですまずこのアバのお二人が書かれた楽曲であるということがまず素晴らしいなということなんですけどやっぱり聴いた時にすゾクゾクするんですよねオープニングからそして曲に入っていく続ゾク,ゾク感そして気持ちよく声が伸びるところがスカーンと聞こえるような。 なんかそういういい楽曲になっていてすごく聴いていて爽快感があったりミステリアスな感じがあったり何かこう一つのミュージカルの中でいろんな楽曲が散りばめられているそんなふうに感じましたそこがぜひえ楽しく見れるところではないかなと思いますえ心配の役ですねえ僕ですね正直このミュージカルを生で見たことはないのであまり多くは語れないんですけれどもまあ とにかく厳格な役ということで自分にはちょっとないような部分がね、えー、たくさんある役だと思うのでししっかりり役作りしていいいきたいなと思います今回この全編英語上演ということでなかなかこの英語で日本で全編上演するということ自体がそんなに多くはないと思うんですけれどもやはり英語で上演すると英語の発音に乗ってもともと作られた楽曲であったりするので。 全然聞き心地が違ううと思うんですねなので、えー、ちょっと字幕が苦手とかって思ってしまう方もいると思うんですけれどもそうではなくて本来あるべきその曲の流れる感じとか耳に入ってくる耳障りの良さだとかそういうものが、えー、この今回のミュージカルでは感じていただけると思います。も、はいえー、もととと大学卒業すると同時に ミュージカルの世界に進みたいなと思ったのがもともと僕の夢がミュージカルだったのでこうして今ミュージカルに出させてもらっていることは本当に幸せなことでそして僕はあのグループの活動もあるんですけれどもグループの活動をしながらこうしてミュージカルに出させてもらっているのはすごくこう勉強になるし本当にこうありがたい存在ですね。ルルーク・ウォルフさんんとはまだお会いいいしていないんですけれども あのー、ラミンさんとそしてラミンさんにお会いしてサマンサさんはあの映像で見ているんですけれどもとにかく皆さん歌がうまい当たり前なんですけれどもけどやっぱりこの世界で活躍している方の歌のうまさというかそういうものっていうのはなかなかこう生で、えー、触れ合う機会っていうのはないと思うので、えー、皆さんぜひ見ていただきたいですし。えー、本当にラミンさんは お話しして物腰が柔らかい方で素敵な方だなと思ったので本当にこの世界で活躍する皆さんとえ一つのものを作っていけるということを幸せに感じていますこれだけのキャストがですねこうして集まってこのミュージカルチェスをお届けできるというのは本当に奇跡じゃないかなと思っていますそして自分がそこに参加させていただけることも本当に幸せなことで もちろん精いっぱい頑張っていきたいと思いますので皆様、この奇跡をぜひ目撃しに劇場まで来ていただきたいと思いますおお待ちしております。